両国国歌の独唱をいたします。はじめにイタリアチーム代表選手シモーネ・ボレリ選手、アンドレアス・セッピ選手、トーマス・ファビアーノ選手、パオロ・ロレッツィ選手、ファビオ・ホニーニ選手、キャプテン・コラド・バラズッティ監督。続きまして日本チーム代表選手マクラクラン・ベン選手、内山康隆選手、添田剛選手、ダニエル太郎選手、杉田雄一選手、キャプテン岩渕聡監督。続きましてイタリア国歌の独唱です。本日イタリア国歌独唱を務めてくださるのは柴田康隆さんです。皆様どうぞ大きな拍手でお迎えください。ご来場の皆様におかれましては、ご起立ご脱帽の上、コート上の国旗にご注目願います。続いて日本国国歌君が代の独唱です。日本国国歌君が代独唱を務めてくださるのは竹内直さんです。皆様どうぞ大きな拍手でお迎えください。ご来場の皆様におかれましては、コート上の国旗にご注目願います。君よ、
着席ください。これより両国選手によるペナントの交換を行います。ありがとうございました。以上をもちましてデビスカップ by BNP パリは2018ワールドグループ1回戦日本対イタリアの開会式を終了いたします。この後引き続き本日の第1試合ダニエル太郎選手対ファビオ・フォニーニ選手の試合を行います。試合開始まで今しばらくお待ちください。両国選手を紹介いたします。イタリアチームファビオ・フォニーニ選手、1987年
5月24日生まれの30歳、最新世界ランキングシングルス22位、2008年に初代表入りし、シングルスの戦績は18勝7敗です。続いて日本チーム、ダニエル太郎選手です。1993年1月27日生まれの25歳、最新世界ランキングシングルス100位、2014年に初代表入りし、シングルスの戦績は3勝5敗です。なおこの試合のチェアアンパイアはエヴァ・アスデラ・キムーアさんです。3 minutes. Ladies and gentlemen, this match will be the best of 5 tie-break sets. Daniel Taro won the toss and elected to receive. Thank you.
Time. First set, Fabio Fognini for Italy to serve. Play.